らっしゃいませ。ありがとうございました。
真島の兄さん。すまんのキルちゃん、驚かせてしもうて。これはま、俺なりの防御策や。最近は危のうて、堂々と事務所構えることもできへんからな。ようこそ真島組へ。ま、地下でゆっくり話でもしようや。おかしいの。2年前まではここで俺も戦っとった。キリュウちゃんよ、こんな俺にもな、極道としての筋っちゅうもんがあるんや。たとえ俺がそいつにはめられたとしても、ただで口割るようなことはできへん。口を割らせたら喧嘩で白黒つけてからにしようやないか。そうだったな。俺らはいつもそうやって生きてきたんだったな。闘技場の絶対王者、大島の竜桐生一馬 vs 石岩の魔王、島野の狂犬こと闘技場の帝王マジマゴロ。2年ぶりに帰ってきた怪物、このリングで生き残るのはどちらの怪物か。キリュウちゃんはずっと変わらんな。ほら嬉しいで。やっぱり俺らにはこのやり方がお似合いや。ああそうだな。さあ手加減はなし、思いっきり行くで、エリアちゃんや。今
ゴングです。Yeah!